ヤマハ FZ400 とは1997年にヤマハ発動機が発売開始した排気量 400cc のオートバイ。車体種別はネイキッと。1997年ヤマハ発動機が新しいミッドクラススポーツとして発売。車体自体はヨーロッパで発売されていた FZS600 と基本的に共通のものである。 FZ400R のスタイルをベースとしているが、部品などでの共通性はない。同社から発売されていた FZ750 や FZ250 とは、名前が似ているが、全くの別車である。形式番号4イヤー。カラーリングは、シルバーレッドブラック。翌年デートなカラーが加わり4種類となる。最大の特徴は、パイプハンドルのネイキッドバイクでありながら、 ハーフカウルが標準装備されていること。多くの 400cc 以上のネイキットにカウルが装備されているが、それらの多くはビキニカウルである。当時、ハーフとはいえボディマウントのカウルを装備し、しかも二頭ヘッドライトを有する FZ はレーサーレプリカと共通する印象を持っていた。しかし、そのデザインが一般受けせずわずか2年でカタログ落ちとなる。 FZ が2年でカタログ落ちとなってしまったのは、一般受けしないデザインの他に免許制度の改正も関係している。1996年の免許制度改正により、それまでの限定解除審査が、大型自動二輪車免許となり、自動車教習所での取得が可能となった。以前より簡単に大型に乗れるようになった上、車検もあり、非力な400は、もはや注目されなくなってしまった。 そして FZ はデザインタイミングなど複数の要因でカタログ落ちの運命をたどることとなる。FZ は欧州ベストセラーの決闘の通り実用、峠、ツーリング街乗りと高い水準での万能な能力を持つ。しかしそれが中途半端であると思われることも多く不人気の要因の一つでもあった。なおリコールが発表された。FZ は ヤマハの水冷 A4 気筒に付けられる名前として定着しているが FZ400R と FZ400 以外の車種ではシリンダーブロックを45度に前傾させたジェネシスエンジンを採用している。ありがとうございます。